あああああ一回切ります。おただいま危ない危ない、大丈夫そうって、うん、何も何が逆に何が何、別に何もないよ、何何よ何よ、何もないわ、何もないわ。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香です。お腹空いた、やばい、今ほんま今の瞬間にちょっと寝レッスンが終わって、そう予定よりねちょっとだいぶ長かったからやばいと思って、ショールームやばいと思って、そうメールは、え、メール送ったよ、え、なんで8時ぐらいに送、もしレッスン始まる前に送った、なんで、なんでだ、昨日も届いてないと思った。あ、そう、昨日はね、そう、時間、ごめんね、そう、ラジオ始まる前にやればよかったんけどさ、そう、昨日ラジオ、そう、昨日はね、送れへんかったの。でも今日、送ったんだがね、大西の今日のお昼ご飯事情を送ったよ。なんでだろうね。昼ご飯お寿司食べたよって送っただけやねんけどあかんかったんかな、美味しかったよ、そうお寿司食べたの、お昼ご飯今からレッスンって食ってけど、お寿司いいなって、そう今日ね朝からレッスンあって、でその後お仕事あって、でその後もやることあって、その後お仕事あって、今ラストレッスンやってんけどさ、そうで、でもね大体こすごい今日移動してたのよ、いっぱい、そうそう移動してて、でそのお昼のお仕事が終わってから近くにね、そこの現場の近くにお寿司屋さんがあったのよ、回転寿司で、もうじゃお寿司がね最近食べたすぎて、そうなんかコンサート終わってからのご褒美にしようかなって思ってたの、大西的にね、お寿司は、でもいやもうあかん食べたいってなって、誘惑に負けてお寿司屋さん入って一人で、そうチャワムシ頼んで、チャワムシ頼んで、まずエビ三貫頼んだでしょ、でエビ三貫頼んだでしょ、甘エビとコーンです、本日のメニュー、エビと甘エビとコーン明日も食べたい、美味しかった、お寿司大好きやねん、西コーンって、コーンはコーンや、軍艦のやつ、あ、卵も食べた今日、エビ甘エビコーン卵美味しかった、明日も食べたい、お願い明日も食べたいけど、でも明日はお話し会だね、でも今お腹空いちゃった、すごいお腹空いちゃっ
そう、たくさんエビちゃん食べたねって。でも今日少ない方、3つしかエビ食べてない。いつもほぼエビ他のネタ食べずにほぼエビ。夜ご飯食べてないのって。夜ご飯ね、絶妙なタイミングやったのよ今日。そうで、絶妙なタイミングでそのご飯食べるタイミングが、でなんかまだお昼のお寿司が残ってたからあんまりお腹空いてなかったのよその時で。もう今日一日中外にいたからさ、あの今日あれ何屋や、吉野家じゃない、松屋、いや松屋でもない、あれ何屋さんだ、いや吉野家かな、吉野家かな、そう、なんかね近くにあった牛丼屋さんに行って、多分吉野家って定食のとこやったっけ、それじゃないねんな、牛丼、豚丼で、なんかあれなとこ、松屋かな、あれ松屋かな、まあそう、牛丼屋さんに行って、定食は松屋、あ、じゃあ吉野家は吉野家で、でもそう、お腹そんな空いてなかったけど、でもとりあえず入っとこうと思って、で今日のあの小盛りにしたのよ牛丼を。そう、あんまお腹空いてなくて、その時点で。でも今さ動いてさ、めっちゃお腹空いた、小盛りなんかじゃ足りねえ。でもその時はお腹いっぱいって、チーズ牛丼にキムチを単品で、違う、間違えた、キムチ牛丼にチーズを単品で頼んで、チーズキムチ牛丼でした。美味しかった。うん、無理、帰り道にコンビニ寄って帰ろう、なんかすいた。明日もね、わりかし早いからね。そう、中杖だ。あ、歌、まあ、あ、歌いそうになる、怖。最近タバスコかけて食べてないって、かけてないのよ最近。なんかね、もし一時期さ、何にでもタバスコかける時期があってね、お味噌汁にもタバスコ入れてて、普通に白飯にもタバスコ入れてて、もう作るもの全部お味噌、そう、もうね、全部にタバスコ入れてた時期があったのよ一時期。そう、あの時狂ったかのようにタバスコをかけてたけど、今全然かけへんくなった。タバスコ美味しいのって、なんかあの時はね、まあでもタバスコは普通に好きなのよ、昔あんま好きじゃなかったんけど、それこそ食べれるようになって、で、なんかね、そっからほんまにね、もう全部にタバスコかけてた。なんかタバスコをかけないともう気が済まなくて、その時期。言うて2年、1年前ぐらい ?1 年、2年前ぐらいだけど。タバスコ使い切ったのって、あの一瓶やるやん。あれは1ヶ月ちょっとでね、全部なくなってた気がする。そう、一人暮らし始めたての時ぐらいじゃ、多分そんぐらいかも、分からん。そう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 。飯にタバスコって合うんかいなって、いや、合うか合わへんかで言ったら分からへんけど、もうタバスコがないと無理やったの、その時。何にでも。タバスコの味がしないものをなんかね、あんま受け付けてなくて、その時期は。懐かしい。でも今全然かけへんくなった。お寿司持って、もう全部な、ほんまに何だって、お味噌汁に入れてんねんで、ね、お味噌汁と白米にかけるぐらいから全部ほんま何でもかけてた。でもあの時にめっちゃかけてたのは親子丼とかカツ丼、コンビニとかで買えるやん、親子丼とかカツ丼とか。そう、ご飯も毎日それやったの、大体なんかもう自炊もせずに、
コンビニで親子丼とかカツ丼を毎日こう交互に買って、それにバーってかけて食べてみたいなしてた。え、何やったやろな、ほんまに。そう。でもなんかね、一個にハマったらもうずっとそれにハマる傾向は昔からあるのよ。なんか一時期ホテル暮らしの時、ホテルに暮らしてたんです。ホテルに暮らしてたって欲しいけど、ホテルだった時になんか、ま、おー、ホテル、あーらららら、大丈夫かしら。そう、ホテルの近くにマクドがあったのね。ね、あ、おぼろ豆腐とか、そう、おぼろ豆腐もそう。でね、そう、マクド、まずマクドの話するね。そう、マクドナルドがあって、もう1日1回あのツイストソフトクリームを食べなきゃもう気が済まないって時があって、そうで毎日レッスン終わった後は食べてたし、レッスン始まる前とかも食べてた時とかあったし、それこそおぼろ豆腐ってコンビニとかで売ってんねんけど、お豆腐、そう、あれもう絶対食べてた時あって、それこそ牛丼とかもそうなのよ。牛丼は今でも普通に好きやねんけどさ、牛丼も1日に2回とか2日に1回とか食べてたから、そう、朝ごはん牛丼で夜ごはん牛丼みたいなって時もあったのよ。なんかね、もう好きってなったらもうずっとそれっていうのが結構あるのよね。食べ物、食べ物じゃなくてもそういう傾向って結構あんねんけど、西、そう、今は何しないと気が済まないとかありますか？今？いや、今のね、ない、バランスよく食べてるから、たくあん、あ、いや、でもね、たくあんはそこまでいってない、まだ、うん、そこまでの頻度で求めてはない。美味しいけどね、うん、そう、今たくあんは普通にハマってるぐらい。やめるきっかけを知りたい。なんかね、忘れちゃうのよね、おいしい。あ、ママだ、やっほー。そう、おいしいね、なんかね、好きだったことを忘れちゃうんですよ。それは食べ物に関してでもないねんけど、なんか、そう、なんかハマってたものとか好きだったものとかことに対してもうバーって行くときは行くねんけど、不意にね忘れちゃうのよ、なんか。で、忘れてて久しぶりにその存在をどっかで見たみたいな、2年ぶりとかに、あ、好きやったってなって、またそこから再発したりする。でもそれで言ったらたくあんもそうやな、ま、なんか好きやったこと忘れててさ、あ、美味しいってなった。そう、不意に忘れちゃうの、なんか好きやねんけど。そう、あ、15分だ。今何時？ちょっとお腹空いちゃった、おいしい。いっぱい動いたからお腹空いちゃった。あ、もう遅い時間だね。もう明日早いから、ちょっと今日は15分で終わろうかな。うん、ありがとう。久しぶりにちょっと今日タバスコかけて食べようかな、なんか買って。え、でもお寿司食べたいなって思ってたけど、タバスコ、いや、ちょっとコンビニまでちょっと迷おーっと。一個楽しみ増えた、コンビニ行くまでに。よっしゃ、楽しみにしてる。明日ちょっとじゃあお話し会なの です、ね、明日来てくださる方はあの楽しみにしております、お話しできること。はい、ということで、じゃあランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ。
1RTO アットマーク大西郡マリアさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がコバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が大好きアットマーク明日久々にお話し会参加さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がカホアットマークニコニコニコさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が SL さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がコーヒーレンさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がコババサラアットマーク大西郡大西ドリームの向こう側さん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がお豆さん、ありがとうございます。イエイ。で、そして11位がマクレディアットマークリームルームさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位が、マカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がアイスさん、ありがとうございました。イエイ。ということで今日も一日お疲れ様でございました。ちょっとなんでメール届いてないのか本当にちょっとまたあれだけど、あ、ちょうどスタッフさんいるから聞いてみるわ。ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？うん、でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではおやすみなさい。じゃあね、ありがとうございました。バイバーイ。